スプリングナビゲーション2015 3月21日横浜ラジアントホール、箱舟史上最悪の緊急事態、ノアの至宝 GHC を鈴木軍が全て略奪、ノアが一致団結して逆襲に打って出る。タックリングに出場が決定した堀島と北宮が死闘。ブレイブ、これぞノアの戦いを見せる。試合じゃやっぱ正面からぶつかってやりたいって気持ちがあるから、今日はブレイブのマジで激しくできたんじゃないかな。ベンジャミン、あれも出るんだよ。 あいついれんだって、あいつやってるから。6月13、三沢さんの元にね、みんなでやっぱり思いを届けなきゃいけないから、そのためにはぜひともね、俺はまず当面タッグリーグ、ね、そこを出て、もう勝っちゃうも敵になるけど、もう一つ一つ勝ってね、やっぱりノアのね、大きな宝物を自分たちの手で取り返したいって気持ちは誰だって思ってるから。まあタッグリーグも次決まって、でまあマルさんと組むことになりましたけど、まあまたねマルさんと組んだってことは、まあこれはマルさんが本気モードになってんじゃないかなと思うし、俺を選んでくれたっていうね、意味もしっかり考えてタッグリーグ暴れたいと思います。それじゃあマルさん、思いっきり本気やろう。試合しましょう。よろしくお願いします。あ、どうした？ありがとうございます。 GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権試合前哨戦、そして飯塚とマイバッハの妄想対決。待て、できるんだったら小学生でもできるんだ。頭使いなさい。メインは GHC トリプル前哨戦、初めて同じコーナーに立つ剣王と丸藤、ここから逆襲が始まる。そうだそうだ、やれ王様。今だ、はい、今言った人、裸の王様、お前とこいつらのこと言うんだよ。バーイカ
んだよ。俺たちが何したっけんか、なんて言ったってお前たちの新しい王だ。ああ分かってんのか。じゃあ一緒に行こうか。俺たち鈴木軍一戦だ。いつでもでも一発ついてんだ、血がついてんだよ。戦いのど真ん中に俺のこと連れてけって言ってんだよ。なあ、ベルト大事に扱えてしまう。これが俺の大事にするやり方だ。なになに、次の挑戦者ぶん殴りたい。ああ、そう、お前に殴らせてやるよ。丸口直道、5月10日ここ横浜。ああ、なぜ横浜選んだか分かるか、わかるか。あ、お前たちが第二のホームリングとしてる場所だからだ。そしてお前たちよりはるかに昔から俺が生まれ育った町だからだ。あ、横浜の民衆の前で丸口てめえを吊るし上げてやる。そして丸藤はそこで終わりだ。全て終わりだ。王様ゲーム第1回戦、俺たちの勝ち。王様ゲームっつったのによ、なんだ勝手に次の挑戦者決めて選手権やんねっつったの。聞いてねえ聞いてねえ。あ、次誰だ、誰っつったんだよお前ら。あ、石森。あ、石森選手。何、石森大志っていう。石狩大地、知らねえな、そんなやつ。誰だ、聞いたことないな、おい。そんなわけわかんないやつで言ったぞ、お前ら。石狩大地だ。剣王よ、剣王。お前、道のくプロレスにいたらしいじゃないか、おい。俺の名前知ってるか、お前。おい、タカ、道のくだよ、お前。おい、昔の大先輩だぞ、お前。お前が道のくプロレスの後輩だっつならよ、俺がよ、たっぷりとプロレス教えてってもいいぞ、お前。まあいいや、おい、剣王。ビッグハッキューよ。天に帰るときは来たのか。